どうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。時々ゾンビでございます。今回の雑談はですね、やはりゾンビ最強、ゾンビ化で増殖する最強のセミの話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ私の名前が時々ゾンビという名前なので、初めての方は私時々ゾンビと申します。どうぞお見知りおきを。まあそれにちなんだゾンビセミの話をしていこうと思います。まあちなみにこのセミはですね、セミの種類ではなくてセミに寄生する菌のマッソスポラという菌がセミをゾンビ化させるんですね。このマッソスポラはセミに感染するとまず1週間ぐらいでセミの腹部をミンミンとさせるところですね。あの腹部を、内部からですね侵食して胴体をまず破壊します。その胴体の部分に白い塊を生み出しますね。その白い部分がセミの胴体の代わりをするんですけども、まあ、別にお腹の代わりって言っても別に腹部の機能は全くないんですけども、そしてそのセミはですね腹部を失ってもすぐに死にません。でそこからセミはどうするかというとですね、猛烈に交尾します。飯も食わずに交尾します。オスでもメスでも関係なく、交尾します。オスの場合だと、相手がオスの場合はメスのふりしたりとかして、まあ、交尾をします。はい。そして交尾の際にですね、本来生殖器官があった部分、まあ、胴体なんですけど、まあ、その部分にですね白い部分、そこに病原菌がみっちみちに詰まってますので、まあ、白い塊ですね、まあ、それを使って他のセミに病原菌を移してるわけですね。まあ、こうしてマッソスポラは増殖していくわけです。ではそのマッソスポラに、寄生されたことでセミはなんで、まあ、交尾しまくってしまうのかっていうのが、謎なんですけども、そのメカニズムに関して説明していきたいと思いますね。どうやらマッソスポラにはですね覚醒剤とかで使われるような化学物質が、まあ、いくつか検出されています。まあ、それで、セミはですねマッソスポラに感染すると、まあ、幻覚や幻聴、まあ、耳があるかどうかわかんないけど、まあ、なんか生じて、まあ、わけわかんない状態になってしまっているっていうことと、さらに、ま、別の化学物質で、ま、興奮作用を生み出して、ま、死ぬまで交尾するっていうようなメカニズムだと、分かってはいます。ま、今回ですね、ま、画像を載せたかったんですけどもね、ま、実際に調べて見てみたらですね、ま、かなりグロみが強かったので、ま、今回私のイラストでご了承ください。まあ、普通にね、セミの画像自体、ま、結構グロいですからね。で、今回こうして紹介しましたね、マッソスポラ、はまだですね、アメリカとかカナダでしか見つかってないんですけども、まあ、このようなマッソスポラのように、宿主をゾンビ化させて、増殖する病気の体ってですね、結構ありまして、まあ、日本でもメジャーなところだと、まあ、狂犬病ですね、あれにかかった犬はですね、理性を失って、とにかく何にでも噛む。というのがありまして、まあ、その何でも噛むということで感染を増やそうとすると、まあ、まさにゾンビ的な、増殖方法ですね。そして今ですね、先ほどお話ししたマッソスポラがアメリカなどでしか見つかってないとは言ったんですけども、実は、日本でですね過去に2件ほど見つかっています。まあ、なので、まあ、もし胴体しかない、頭しかないセミが飛んでたりとか、まあ、必死に動き回ってたりとかしたら、あ、これもしかしてマッソスポラじゃないかと思って、まあ、研究所とかに持ってったら、まあ、新たな発見があるかもしれませんね。はい。というわけで、今回の雑談は終了。もしね、今度セミの声が聞こえたら、まあ、いつもよりじっくり観察してみるのもいいかもしれません。まあ俺嫌いだからしないけど。まあというわけで、この動画面白かったよって人は高評価&チャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、また次回お会いしましょう。それじゃ、良い一日をお疲れ様でした。